始まった我らの演舞でございますが、はい、本日はセントラへとやってまいりまして、はい、ありがとうございます。本日のセントラたくさんの方おりますな。誠に多くございますね。はい、セントラはね、やはり愛知、名古屋の空の玄関口として、はい、全国果ては異国からこの愛知にやってまいったり、また、はい、東海圏の方は、はい、このセントレアから全国異国へと旅立つ方もおりますので、はい、さようにございます。この空の玄関口としてね、はい、大いに賑わっとるわけでございますが、さようにございます。しかしながらここは空の玄関口というだけでなく、はい、美味しい食べ物があったりございます。遊べるところがあったり、はい、さらには温泉までついておる施設内でございますよ。温泉までついておるんです。もういたせる姿勢で、はい、さようにございます。ゆえにこのセントレアに遊びに来ることができるというほどの場所でございます。さようでございますか。はい、ではですね、今日、はい、セントレアから旅立つよという方はどれくらいおりますか。あ、セントレアから今から出発ですよ。あ、出発の方いらっしゃいます、ね、ではセントレアに遊びに来たよという方は、来たよ、おお、それでおりますな。こちらの方が多かったです。はい、もうそれだけね、東海圏の方もたくさんこちらセントレアいらっしゃったというわけで、はい、本日は一日存分にお楽しみいただきとうございますが、はい、今からは我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞でございます。さようにございます。こちらですね、セントレア年忘れの陣といたしまして、はい、出陣しておりますが、はい、ただ忘れてもらったら困るんです。はい、さようにございます。1年の楽しかった記憶を、はい、皆様には本日持っていって帰っていただきたいと思いますので、はい、ここはみんなで盛り上がれる勝ち時を一緒にやってまいろうかね。はい、ありがとうございますね。勝ち時と申しますのは、はい、戦勝祈願、勝ち戦を願うものでございまして、右手の拳をえいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度あげるものでございます。はい、こちらを皆様と共にやってまいろうと思いますので、よろしくお願いいたしますね。さあ、ではですね、一度練習をしてまいりますので、はい、皆様右手の拳をご準備くださいませ。さあ、右手の拳でございます。後ろの方々も今席にお座りの方も共にお願いいたしますね。はい、さあ、このステージが見えてるから全員で大きな勝ち時を上げてまいりましょう。お願いいたします。では拙者が勝ち時じゃそれと申しましたら、えいえいおお3度お願いいたします。お願いいたします。参りますぞ。はい、皆の者勝ち時じゃそれ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この後も我らの演舞存分にお楽しみくださりませ。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は太平なれ、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々はよみがえる。ここは桶狭間。違いまする。ここは三方ヶ原。違いまする。清正。ここは長篠。違いまする。ここは関ヶ原。違いまする。ではどこじゃ。京都の国、平成の世の合戦場にございます。であるか。皆の者、出陣じゃ。おわー。秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いやかつて我が父秀吉様のため戦場を駆け抜けし日々が、天下がいかに移ろうと忠義一徹でそびえ立つ石垣は我が思いの高さよ。わしが加藤清
清正である。左翼を捨てし文武の将、織田家先鋒にして加賀前田家当主、前田利家。いやための槍となる。2つ家のための槍となる。3つ天下のための槍となる。戦なき世が来たるまで竜のごとく先陣となり突き進むのみよ。我こそは槍の又左、前田又左衛門としえなり。いや食いるな曲げるな。その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。
もうまさに圧巻でございます。全然ずれてますよ。もう終わりましたから皆さん、どれそれ。いや本当に外はね今ちょっと寒くなってきたんですけども、この戦闘以来のこのステージは本当熱気がどんどん上がってますけど、西見で西見で3割ぐらいは西見で、そうなんです。見えてますか、見えてますね、見えてますね。いやもう見えてないよ。見えてないけど気配だけ、歓迎範囲だけね。それでも結構でございます。でもね伝わるものが皆さんあると思いますのでね、本当にこのね名古屋をね本当に素晴らしい街だということを皆さんが PR してくださってる。そうよ、こたびのね先ほど陣川さんが聞いたけども、このテントレア、テントレア初めて来た、名古屋に初めて来たよっちも手挙げてみ、後ろの方でも意外にいない、はい。さっきの最初はね少しいらっしゃったんですけど、ね、セントレアに遊びに来た方が、あ、いらっしゃいます。セントレア遊びに来た人手挙げて、セントレアを目的にいらっしゃった方が、ありがとうございます。じゃあ我々名古屋もてなし部署から初めて見たよっていう人、たわけ何をやっとあらららら、あのね、お止めください。痛い強い、失礼ね、これキング陣営キング、そうなんですよね。そういうことなんです。いや本当にね、多くの皆様にぜひねこの魅力を知っていただきたいと。いやいや本当に我々だけではございなくて、今日はあの名古屋城にも、はい、5名が出陣をいたしておって、はい、そして名古屋城を訪れる皆々を迎えておるという次第でござるゆえ、ぜひ他の人たち、陣川さんたちにも会いに来てもらいたいというところですね。まあ皆様名古屋城に行けば毎日さよ。え、合わせた？スタッフ席とかあるんですか？さよう。先生から何からバッチリよ。すごいですね。これが名古屋の実力。お主はいいよ。まだわしより下だから。三十も下だからね。三十も上のわしが三十下一緒に会うっていうすごい恥ずかしいよ。これは恥ずかしい。ゆえにちょっと汗が出てしまう。すごい汗出て。二人とも顔真っ赤ですけど、ここの方真っ黒ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。なんだわしか。そうです。大丈夫じゃん。大丈夫ですか？まだだまだだ。ここの場所のことなんていうの？ここは在空港にございます。あ、よく言えた。立ち行き力。ちょっと。ちょっと。ちょっと。さあ、徳永様、そんなわしからですね。お、汗拭いを。話の変え方変ですね。ありがとうございます。さあ今日はですね、先ほども演舞を披露していただきました徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆さんも来ていただいてますので、ステージにお上がりいただきたいと思います。皆様どうぞお上がりください。ありがとうございます。おお、決まりましたね。ありがとうございます。バネが入ってるらしいよ。バネが入ってるんですか？ドクター中松さんも。そこじゃないですね。すごい跳躍力じゃん。これも本当素晴らしいと思いますけども、さあ本日ですね皆様にクイズお渡ししましたよね。その今からクイズの抽選会発表を行いたいと思いますが、信長様、はい、その前にですね、どうしてもあの餃子をね皆様に知っていただきたいんですよ。いやらしいんですけど。いやらしいけど、あのでもあの悪くない。コラボレーションってやつしたんでしょ。わしの、はい、わしら名古屋おもてなし部招待の絵が、まあ、写真が載っておる、はい、ポケハザマ餃子といって、まあ、ここからすぐ近くの大高というところが、まあ、ポケハザマの合戦場になったんだけども、そこから生まれた餃子、うん、内対して桶狭間餃子というな、ほらあそこにいるでしょ。あ、手振っとりますな、ね、当然じゃん緑区から来たんですよね。違うんですか？緑区から来たの。ちょっと目の前の赤い服の個人が、うん、そうなんですね。そうだと。ありがとうございます。一人ね嘘ばっかり。嘘ばっかりですか？いや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 、そんなことあのものは嘘つきません。誠に善良な市民にございます。まあ、今日ですね皆様、限定の発売となっておりますので、ぜひお買い求めいただきたい。なんかもうあと残りわずかっていう話も聞いたけども、そうなんです、そうなんです。こたびは1680円のところを1480円に変えて、はい、値下げして売ってあると100個入り、ね、これ別に在庫処分とかじゃないですよね。別にね、そういうわけじゃないですよね。もちろんね、冷凍食品在庫処分してどうするの。ずっと持ちますからね。いや、しかしながらわしなんか、本当にな、毎回食べとるんじゃ、実は。おこれね、嘘じゃなく本当に美味しい。これ食べたことあるもん手挙げてみ。あ、結構おる。え、美味しいじゃろ。これ冗談抜き、これまずいよっていうもん手挙げてみ。それ今手挙げられなかった。絶対ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。親の教育が悪いんですよ。親の教育が悪いんですよ。大丈夫じゃん、多分切らないからね。多分ですか。でもあれじゃろ、小さなわっぱりも食べやすい。そうですよね。な、味になっとる家に、うん、ちょっとな、この愛知県の味噌、
はい、蜂蜜を少し入れて、あら、チーズ味がマイルドになっておるということで、ぜひともこれで一回食してもらいたいんじゃない、はい、食べ方をね、聞きたかったら、またあと個人的に聞いてくれれば、正直に殿のお言葉を聞けるということで、みなみなぜひ聞きにまいれ、ぜひね、皆様お帰りの際にお帰りの際にぜひね、お一つお二つ買っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしい、よろしい、間違ってもわしらに何かしらの割合が入ってくることはないから、さようなら、美味しいから言ってるだけだから、そうですね、美味しいもの、俺たちは特にそうじゃな、そうですよ、全く関係ないのにな、関係ないのに言わされて、言わされて台本通りやってるだけ、やめろ台本通りチラチラ見るなんてなあ、もうこれちょっと動画いやな顔するな、そろそろ時間ですよね。段取りが下手くそですよ。今ですね、武将隊直筆サイン色紙が当たるプレゼント抽選会を行っていきたいと思います。本日ね、抽選会クイズに回答していただいた、応募いただいたお客様の中から抽選で10名様に武将隊直筆、そしてね、記者隊書いていただきました、その顔が書かれたサイン色紙をプレゼントいたします。いや、これ忍者隊ったら初めて顔描いたんじゃらしいぞ。そうなんですよ、なので普段はだって忍びがだってね、顔なんてあったらバレてしまうね、忍びが顔描いたらアホやろ。ありがとうございます。私ここにいますよって忍んでねえじゃねえかってことになります。さあ、ではですね、まず今日のクイズ、皆様に出したクイズを発表したいと思います。こちらでございます。さあ、本日の問題でございますけども、今日はね、服部半蔵忍者隊にかけまして、この忍び刀に使われて、これ忍び具って呼んでいいですか、忍具、忍具ですかに使われているもの、このね、ちょっと早く切り替わっちゃったの、私読めなかったんですけども、そう、これ忍び刀に忍具として付加されている機能は以下のうちどれという問題でした。1、食器になる。2、塀を乗り越える。3、方角を知る。4、音を鳴らす。さあ、この4択問題だったんです。これ皆さん分かりました？なかなかうなずいてらっしゃる方が、意外にわかるんじゃね。さあ、では早速正解の発表をさせていただきたいと思います。正解はこちらでございました。なんじゃろう、2番、塀を乗り越えるだったんです。では半蔵様、こちらとご説明いただいてもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあ3ペお、お主は喋らんのか。え、こちらは、それマイクに使う、マイクじゃないよ、隠せきちゃうわ。忍び刀、こちらなんですけれども、塀を乗り越えるということで、まっすぐなのも、その理由なんじゃが、まず先が尖っとるじゃろ、これをまず地面に突き刺すんじゃ。地面、それは王じゃな、さよう、地面に、突き刺し、それを壁に立てかける。してこの長い紐、これじゃな、これを口にくわえ、そして四角いつばに足をかけ、登り終わったら紐を引っ張って塀を乗り越えるというのを我々400年前はやっておったということでござりまする。なるほど。じゃあもうどこでも、どこの壁でも乗れるっていうこと？そういうことですよね。忍んでいたわけですから。いや、でもこういったね、使い方があるとは知りませんって、普通に刀だけの用途かと思ったんですけども、一つの道具でもね、何かしらいろんな使い道があるということ、そういった問題でございました。さあ、正解は2番。結構どうですか、皆さん正解率は高いですか？あ、結構ね、多くの方が個人情報が入ってる。あ、そうですね、こちら向けておきましょう。さあ、今からですね、10名様に引いて、当たりましたので、引いていただきたいんですけども、そうですね、バレバレでございます。さあ、では、誰が守ってくれるんだ。これはもう、多分市長あたりが。じゃあ、守ってくれる。ええよ、やったるよ、できるかな、もう。ええよ、ドラゴンズ。それでは、置いときましょう。問題になりました。まずは、では、服部半蔵忍者隊が5名。